走る、飛ぶ、投げる、空中の格闘技ハンドボールが今面白い。オルト産業プレゼンツ、レビタンのレッツハンドボール。はい、皆さんこんにちは。ハンドボーラーのレビタンこと土井レミヤニです。初めてのハンドボールの番組ということで、今日も僕のテンションはうなぎ登りなんですけれども、今日はですね、兵庫県の神戸成城高等学校の、皆さんのご協力のもと、ハンドボールの魅力と楽しさを存分に皆さんに伝えていけたらなと思います。よろしくお願いします。今回は教えてレミタン、選手たちのお悩みにお答えします。はい、今回はどんなお悩みでしょうか。ディフェンスで押し込まれないように守るためにはどうしたらいいですか。なるほど、わかりました。それじゃあ実際にやってみましょう。まずは見せてもらいました。なるほど。はい、まず根本的な、ディフェンスをする時の考え方の問題で、体を止めに行ってるけど本当に止めなきゃいけないのはボールです。はい、はい、こう抑えに行きました、近くにいてボールはたけるっていう状態だったら思いっきりもうボールを潰しちゃう。そうすればもう押し込まれる以前に相手がプレーできなくなる。まずその意識を一番最初に持っておくこと。パワーがない人でもそういうテクニックがある人は結局守れちゃうから、まずはその意識を植え付けること。でディフェンスをするときに正面に入ってる相手のこう正面に入るより、やっぱりどちらかというと利き腕に抜かれた、利き腕の方を抜かれたくないっていう状況を自分で作ってあげる。一歩利き腕の方にそうちょっと寄せてあげて、まあ、こっちゴールだとしたらこっちは絶対に抜かれない。で来た時に一歩出てそこで潰しに行く。逆にこっち行かれたら抜かせといてついていく一生懸命。でそうすればある程度横流れだったら2枚目がフォローしてくれるところまで運んであげる。でそのコツは、押し込まれないコツは、上体をしっかり重心を落として、で上半身が前のめりになっちゃうと力入んないから、ちょっと起こした状態で足でついていく。しっかり下半身でついていって守るっていう意識をするとより守りやすいと思います。はい、はいはい、それでは実践です。ボール OKOK、 今のだったら2枚目のところまで持っていけてる。もうちょっとその上半身を、これ最初のインパクトも当たりに行くんだったらもっと思い切り力強く、まだ優しい、もっと多分できると思う。そう、叩く、そう、ナイス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 、今いい姿勢だった、いい姿勢だった。わざとドリブルつかせる余裕を相手に与えといて、つく瞬間に思いっきり出て叩いたりとか、そういう技術を覚えていくと大丈夫、守れるようになる。ポイントは3つ。まずはボールを止める意識を持つ。立ち位置はオフェンスの利き腕側を意識。重心を落とし体を起こした状態で足を使って守る。はい、実際にやってみてどうでした。姿勢などを意識することで守ることができたので、これからも実践していきたいと思いました。素晴らしい、ありがとうございます。ぜひ、画面の前のみんなも、自分が同じように押し込まれがちだなって感じてる人は、今言ったポイントを意識して練習してみてください。また来週もお楽しみに。レッツハンドボール。オルト産業はハンドボールを応援しています。